おい。ちびちゃんと、おいです。ダメだよ。おいはね、ちびちゃんのこの筆毛のところをこう、無視って、こう、開いてあげたいんですね。でもね、痛がるからダメ。おいはさっきまで、ちびちゃんが食べた、あ、やめろ。こら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 。やめろ。おい。ちびちゃんが食べた後のご飯を、さらっていました。もう食べへんの？ん？美味しかったもんね、これね。普通はこらこらこら、普通はね、親鳥は、こういう時期に、まあ、やめろ。やめて。この、生えてきたこの羽ですね。羽の周りについて、やめろ。ついてるこの筒状の覆ってるものをこう、取ってあげるときがあるんですけども、ほら、震えてます。おい、やめろ。ね、怖いね。よし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 。もうお家入ろうか。お家入ろう入ろう。お家に入ろう。ね、お腹いっぱいになったから。はい、またね。後でね。最近はたくさん食べて、ほぼ完食ですが、その完食した残りを、おーいちゃんが、ほら、やめろ。はい、こっちこっちこっち。こっち。なので。はい、それでは皆さんまた今度。おい。ん？はい、バイバイしよう。おい、バイバイ。バイバイ。おいのおかげでもう紐がね、全部ほどけてきました、そろそろ新しいものを買わないといけません。自分でもね、作ろうと思って、藁があるんですけどね。一度出来上がったらまた、動画をアップしたいと思います。それでは、おい。